光る君へあらすじとネタバレ第12話。前回の11話で真宙の父藤原為次は官職を失ってしまいました。家計をどうにかしようと真宙は奔走します。しかし妾になることだけは受け入れられそうにありません。そんな中、一条天皇の即位の儀式が執り行われます。道長は機転を利かせトラブルを解決しました。父の剣家がそれを知り、道長は出世します。そんな道長から真宙へ呼び出しがかかります。海底であった道長と真宙、道長は思い悩んだ末の決意を語ります。妻になってほしい。しかし身分と立場の違いから真宙を正妻にすることはできません。真宙はたとえ相手が道長でも妾となることは受け入れられませんでした。真宙と一緒になるためにいろいろと考えを巡らせた末の決断を断られ、道長はではどうすればいいのかと怒って立ち去ります。残された真宙は途方に暮れていました。第12話はこの続きから始まります。986年8月、真宙の父藤原為次は妾である夏目の家にいました。身寄りのない夏目は病気を患っており、為時が身の回りの世話をしていました。ある日、真宙は夏目の家へ為次の着替えを届けに行きます。そこで瀕死の夏目は「さわ」と荒い息の間に口にします。さわは夏目の娘の名前でした。父親は為時ではなく夏目の元で、さわはその元に育てられた娘です。為時は夏目をさわに会わせたいと言い、真宙に迎えに行くように頼みました。さわは真宙に連れられて母と再会します。その晩夏目は亡くなりました。後日さわが真宙に会うため為時の屋敷を訪ねてきました。畑仕事中だった真宙は見苦しい姿を見せたと詫びますが、さわはそんな真宙のたくましい姿に感動し、母と会わせてくれたお礼にと畑仕事を手伝ってくれました。後日さわが真宙に会うため為時の屋敷を訪ねてきました。畑仕事中だった真宙は見苦しい姿を見せたと詫びますが、さわはそんな真宙のたくましい姿に感動し、母と会わせてくれたお礼にと畑仕事を手伝ってくれました。藤原の武隆が真宙の婿に藤原実助を勧めてきました。実助には学識も人望も財もあり、申し分のない相手だと信孝は言います。その後信孝は半ば強引に縁談を進めようとしましたが、実助が赤痢にかかっていることが判明。別の相手を探すという信孝に真宙がその必要はないと答えます。すると信孝は真宙を一喝。信孝、霞を黒をて生きていけるとでも思っておるのかは参るな。痛めていくためには見知らぬ人の妻となるしかない。その現実に真宙は打ちのめされました。藤原健家はかねてより頼んでいた三男道長の左大臣家源正信の一族手の婿入りを認めてほしいと正信に迫ります。健家道長が左大臣家の姫君をお慕い申しておると申すのでございます。剣家はそう告げましたが、西長はその姫君源智子のことを何も知りません。数日後道長が金家から正信への文を届けに正信の屋敷を訪れます。正信は剣家の抜け目のなさに呆れつつ道長と語らいます。その様子を智子とその母藤原清子が物陰から覗いています。道長が帰ると智子が父に切り出します。智子、私は藤原の道長様をお慕いしております。先日の打球の試合を智子は見ていました。それ以来道長の妻になると心に決めていたと智子は言います。
願いを叶えてほしいと、智子は涙ながらに訴え、清子もそれを後押しします。正信は、権威への息子ということに抵抗を感じつつ、愛娘の願いを聞き入れました。カノエサル町、甲信町の夜、真宙、沙和、大学から帰宅中の藤原の信則の3人で酒を飲んでいました。カノエサル町というのは、中国から伝わった行事で、人々はこの夜を眠らずに過ごします。途中、川へ立ったこれきは、モズヒコ、道長の従者、と出くわしました。モズヒコは、道長から真宙への分を持ってきていました。これきは、モズヒコから分を奪います。その分を読み終えると、戻って真宙に尋ねました。真宙は、例の拝邸へ向かいます。道長がそこで待っていると文に書いてありました。真宙、目かけでもよい。あの人以外の妻に離れない。懸命に走りながら、真宙はそう思いました。しかし、駆けつけた真宙に、道長は、源智子に婿入りすることになった、と告げます。道長地位を得て、真宙の願う世を作るべく、精一杯勤めようと胸に誓っておる。そう言いながら、道長は内心、真宙からの言葉を待っていました。自分は妾でもよい。真宙はその言葉を言えませんでした。信仰の浅くない源智子が、制裁では耐えられそうにないと思ったのです。真宙、私は私らしく、自分が生まれてきた意味を探してまいります。真宙はそう伝えて、道長の前から去りました。その晩のうちに、道長は、源正信の屋敷を訪ねます。清子の許しを得て、智子の居室に入ると、いきなり智子が抱きつき、覆いかぶさってきました。智子、道長様、お会いしとうございました。道長は、一瞬唖然としますが、ふと我に返り、智子を強く抱きしめました。